今日の Next.js で学ぶリアクト講座ではイベント処理について見ていきたいと思います。例えばユーザーが何かボタンをクリックした時とかに処理をさせたい時とかあるかと思うんですけれども、そういう時の書き方とかを学んでいけたらなと思っております。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで早速始めていきます。まずは今日何をするかについてなんですけれども、こちらの画面ですね、こちらの画面のどこかにボタンを配置して、そのボタンをクリックさせたら何かしらの処理をさせるというふうなことをやっていきたいと思います。で、早速なんですけれども、こちらを見ていただいて、これはですね、今インデックス JSX ですね、ページ図のこちらインデックス JSX を開いております。で、この中にまずは何かしらボタンを配置してみましょう。どこでもいいんですけれども、適当にここにボタンと書いてみます。で、中にボタンと書いて保存すると、まあ、こんな感じで、こちらにですねボタンが表示されました。で、このボタンに対してクリックした時とかに何かをさせたいということなんですけれども、まずはその書き方ですが、ここの方にオンクリックというのがあるので、そちらを書きますと。で、このオンクリックのところに何かしらの処理ということで、ファンクション、関数を使う必要があります。で、今回で言うと、まあ、こんな感じで適当にアラートを出しましょうかね。123という風な感じで、保存したらちょっとプリティアが効いてこんな感じに整形されたんですけれども、とりあえず処理としては OK かなと思います。で、まずこちらボタンをちょっとクリックしてみると、こんな感じで123とうまく表示させることができました。まあ、こんな感じでもうオンクリックを使ってその中に関数を書けば、それがそのまま発動するというか使えるわけなんですけれども、まあ、いくつか書き方に違いがあったりだとか、あとはまあイベントというものがあって、まあそれを扱ったりすることができたりするんですけれども、そこら辺について見ていこうかなと思います。で、まずイベントに関してちょっと先に見ていこうかなと思うんですけれども、例えばこちらボタンではなくて A タグというふうにしてみてください。で、 A タグはですね href 属性を持ちます。なので、今回で言うと例えば about に遷移させてみましょうか。で、一旦ちょっとこのオンクリックをこんな感じでコメントアウトして、で、保存をします。そうするとこのボタンを押すとおそらく about に遷移するんじゃないかなと思います。で、押してみるとこんな感じで about に遷移しました。で、今ですね、この A タグを使っているのはイベントについて説明するためで、実際にページ遷移とかをする場合は、まあ、前回講座でもやったことがあるんですけれども、 Next.js のリンクというコンポーネントを使いますので、そちらは誤解なきを覚えておいてください。で、今このボタンを押したらページ遷移したかと思うんですけれども、そうではなくてボタンを押しても何もさせないというふうに処理を一旦変えてみたいと思います。で、その書き方なんですけれども、こちらのオンクリックをそのまま使うので一旦コメントアウトを解除して、で、このファンクションの中に E というふうに書いてみてください。で、これは別に E じゃなくて、まあ、イベントとかやるときもありますし、別に何でもよくて Foo でも何でもいいんですけれども、とにかくこの第一引数ですね、このファンクションの第一引数に何かしら文字を入れてみてくださいということです。で、よく E が使われることが多いので E というふうにしたいと思います。で、この E っていうのはこの A タグですね、 A タグをクリックした時のイベントの属性が入っております。で、ちょっと説明しても分かりづらいかと思うので、まずは挙動を確認したいんですけれども、例えばですね E プリベントデフォルトというふうにしてみてください。で、こちらですね一旦保存をするとどうなるかと言いますと、こんな感じで今ボタンをクリックしたら123というアラートが表示されて、で、この後そのままですね about に遷移しないというのが分かっていただけるかと思います。で、これをですね仮にこの e.preventDefault をコメントアウトすると、もう一回ですねボタンをクリックするとこんな感じで123というのが表示されて、そこからですね OK を押すと about に遷移します。で、こちらの E なんですけれども、いろんなプロパティとかメソッドを他にも持っていて、まあ、よく使われるものとしては例えば e.target とかがあります。で、アラートはちょっともう不要なのでコメントアウトして、で、こちらですね dev ツールズをちょっと開いていただいて、で、ボタンを押すと、まあ、こんな感じで、A タグの内容が、記述、まあ、出力されているのがわかるかと思います。で、これはどういうことかと言いますと、まあ、今こっちに JSX で A タグを書いているかと思うんですけれども、これが実際にブラウザで走るときには、まあ、DOM になるわけなんですけれども、まあ、その DOM の、この今クリックしたここの要素っていうのを取得しているということになります。なので、例えばわかりやすい例で言うと、
e.target.hlf とすることによって、この属性ですね、この HTML 要素の hlf 属性というのを取得しております。で実際にもう一回更新して、でボタンを押すと、まあ、こんな感じで http スラスラローカルホスト3000アバウトということで、今これスラアバウトというのは、まあ、実際にはローカルホスト3000のスラアバウトに行くわけなので、まあそれが実際にここで取得できているということですね。でこの e.target.何々とすることで、このクリックした要素の属性ですね、属性とかにアクセスすることができたりします。インプット要素とかでよくですね e.target.value というふうにして、実際に今打っているこの内容とかを取得するときとかに使ったりします。まあ、ここら辺に関してはちゃんとですねドキュメントにもありまして、例えばですねリアクトのシンタシンなんていうのかちょっとわからないんですけど、シンサティックイベントですかね、ここら辺にいろいろ書いております。まあ、下の方をちょっと見ていただけると、まあ、いろんなイベントがありますって言って、まあ、クリップボード、まあ、コピペとかですね、まあ、コンポジション、キーボード、フォーカス、フォーム、汎用、マウス、ポインターという感じで、まあ、いっぱいあるかと思うんですけれども、まあ、今回はマウスイベントですね。この E というのは、まあ、ちょっとホバーしていただけると、まあ、こんな感じで E、マウスイベントというふうに出てるかと思うんですけれども、まあ、マウスイベントということです。まあ、実際にマウスでクリックしてるのと同じなので、マウスイベントということですね。でここら辺の知識っていうのはリアクトというよりはもう素の JavaScript の知識とほぼ一緒なのかなと思っています。今まで JavaScript をたくさん触ってきた方とかであれば e.target. なんとかとか、あとは e.prevent default もそうですし、まあ、こういう感じでイベントを操作するみたいなのは割とですね知っている方も多いんじゃないかなと思います。一応ちょっと違いとかはあるんですけれども、基本的にここのマウスイベントとか、まあ、このシンサティックイベントはですね、ここにも書いているようにブラウザのネイティブイベントに対するクロースブラウザ版のラッパーですということで、まあ、基本的にブラウザで普通に e.target.nantoka とか、まあ、e.preventDefault とか、まあ、そういったイベントを扱うためのメソッドとかは用意されているんですけれども、まあ、クロスブラウザということで、まあ、一つのブラウザだけじゃなくて、まあ、いろんなブラウザですね、いろんなブラウザでもちゃんと同様の操作が起きるようにラッパーという感じでリアクト側で使いやすいようにしてくれているというものです。なので、まあ、ちょっと細かい違いとかはあったりはするんですけれども、まあ、基本的にはブラウザのネイティブイベントと同じと、まあ、つまり JavaScript の知識だと思っていただいて構いません。はい、というような感じで、まあ、ここら辺もですね、適宜必要に応じてご覧ください。でそのままちょっと話を進めていきます。でここからは、まあ、いろんな書き方の違いとかも紹介していこうかと思うんですが、例えば今こちらファンクションを使ってメソッドを定義してますが、これはですね関数宣言と呼ばれる書き方だったりします。でこれが例えば ES2015 からはアロー関数というふうに書くことができるようになりました。でこれも同じような挙動をするんですけれども、ちょっと確認をするとこんな感じでボタンを押しても、まあ、先ほどと同じようなですね、挙動になっているのが確認できるかと思います。まあ、アロー関数で書いてもファンクションで書いてもいいですし、まあ、どちらでもいいんですけれども、まあ、大事なのは書き方をちゃんと統一できているかどうかだと思っています。まあ、チームで規約が決められている場合もありますし、まあ、個人でこうしようというふうに決めている場合もあるかと思いますし、あとはまあ ESLint ですね、まあ、ESLint というものがあって、そういうものを使ったら書き方をある程度統一化させることができたりするんですけれども、まあ、そういうのを使って、まあ、書き方に差が出ないようにするのが大事なのかなと思っています。まあ、どれがいいか悪いかみたいなところは、まあ、そこまでないかなというのが個人的な意見です。まあ、ここら辺に関して、まあ、最終的にですね私はこう書いてますっていうのは、リアクト講座が進んでいった段階で、まあ、一挙紹介していきたいなとは思ってるんですけれども、まあ、とにかく、どの書き方で書いても、OK ですが、書き方は統一させてくださいというところだけ覚えておいてください。はい、で、そのまま進めていきたいと思います。で今のはアロー関数なのかファンクションで書くのかみたいな話だったんですけれども、書く場所というのにも違いがあるのでこれからですね紹介していきます。で一旦ちょっとファンクションの方に戻しましょう。でこれをですねちょっと一旦切り取りをしてみて、ここにですねちょっとペット貼ってみてください。でここに貼った場合は実は名前というのが必要になります。
これはリアクトに特有の話ではなくて、まあ、JavaScript でも、まあ、無名関数でいけるときといけないときとかがあったりして、過去にですね、JavaScript の動画ではお伝えしたことがあったりするんですけれども、まあ、ぜひですね、ここら辺は理解できるようになっておいてください。で、名前なんですが、まあ、クリックの挙動を扱うということで、ハンドルクリックというふうにしてみましょう。まあ、ここら辺はですね、よく、ハンドルなんとかみたいな感じで使われたりするので、まあ、覚えておくといいのかなと思っております。まあ、クリックが2つとかあるときとかだったら、まあ、例えばですね、保存とキャンセルっていうのがあったとしたら、ハンドルセーブとか、ハンドルキャンセルとか、まあ、そんな感じで名前を付けることが多かったりするので、まあ、そこら辺はまあ一応好みではあるんですけれども、そういうふうに私は付けてます。まあ、ぜひ参考にしてみてください。で、一旦ですね、保存するとプリティアが効いて、で、このハンドルクリックをですね、そのままこちらにペット貼り付けるだけでも OK だったりします。で、挙動を確認すると、まあ、こんな感じで、ちゃんとですね、同じような挙動になっております。で、ここもですね、先ほどのようにアロー関数に書き換えることもできます。例えば、コンストハンドルクリックで、まあ、こんな感じで書くと、まあ、先ほどのファンクションをアロー関数にすることができます。で、もう一回挙動を確認しますと、こんな感じでクリックしても、まあ、同じような挙動になっているのが確認できます。で、こちら、ハンドルクリックをですね、今コンポーネントの中に定義したんですけれども、実は外に出すこともできたりします。こちらをですね、ここに一旦貼り付けて、で、ちょっと挙動を確認してみましょう。まあ、こんな感じでボタンを押すと、まあ、同じように、ローカル3000アバウトが出ております。で、今見ていただけた通りですね、コンポーネントの外に書くこともできることが分かっていただけたかと思います。なので、まあ、オンクリックの中に書いてもいいですし、まあ、コンポーネントの中、リターン部の前ですね、に書いてもいいですし、またはもうコンポーネントの外に書くこともできるということです。で、これもですね、どこに書くべきかみたいなところは、まあ、いろいろ諸説あるんですけれども、まあ、私の考えとかをいろいろお伝えできたらなと思ってます。で、まずやらない方がいいことを言いますと、まあ、こちらですね、ちょっとアラートもういらないので一旦消しておきます。こちらをちょっとコピーしていただいてコメントアウトして、まあ、こんな感じでオンクリックの中にそのまま書くというのは、まあ、個人的にはおすすめしないです。というのもなぜかと言いますと、やっぱりこのオンクリックとか、まあ、女々とか、まあ、そういったイベントの処理っていうのは結構長くなったりすることが多かったりします。今はまだ2行ぐらいだからいいかなと思うんですけれども、まあ、これがずらーっと長くなることっていうのも平気であります。それをそのままこっちに書いちゃうと、結構ですね、見通しが悪くなります。コンポーネント自体の見通しが悪くなって、まあ、コードリーディングの時とかに、まあ、結構ややこいというか、個人的には読みにくいコードになったりするのでおすすめしません。まあ、このオンクリックとかが、まあ、他のところでもですね、例えばここら辺にあったとして、ずらーってあったり、まあ、ここら辺にずらーってあったりしたら、まあ、すごい、まあ、読みにくく感じませんかというところで、まあ、個人的には、こういった処理をオンクリックにそのまま書くっていうのはお勧めしていなかったりします。ちょっと一旦戻しますね。はい。ということで、個人的にはまず名前をつけて、まあ、コンポーネント内かコンポーネントの外か、どっちかにした方がいいと思っております。で、次にコンポーネントの内部に書くのか外部に書くのかという話なんですけれども、まあ、煩雑にならないのであれば個人的には外部だと思っています。で、まず煩雑になるってどういうことかと言いますと、まあ、引数ですね。例えばなんですけれども、こちらがコンポーネントの内部にあったとして、で、例えばコンポーネントの内部で何かしらの変数を使うとします。例えば、まあ、コンスト foo イコール1とか使ったとして、で、この風をこの中で、例えばアラートで使うとします。そうすると、これですね、そのまんまアラートで1というのが出るかと思いますが、実際にやってみると、こんな感じでアラートで1というのが出ているのがわかるかと思います。で、これそのまんまですね、引数に渡さなくても風というのが使えたんですけれども、例えばこちらをそのまんま、ここに書いたとして、で、保存をして、ちょっとこちらコメントアウトしますね、内部の方は。するとどうなるかと言いますと、まあ、当然こんな感じでエラーが出てしまいます。というのもなぜかと言いますと、まあ、ここの関数内には foo というものは存在していないので、こんな書き方をされても、無理ですよというふうに出ております。foo is not defined ということで foo がないですよと言ってます。で、これをそのままコンポーネントの外で実現しようとすると、まあ、どうなるかと言いますと、この foo というのをここに渡してあげる必要があります。じゃあ第二引数にちょっと foo と入れてみますね。そしたら、このハンドルクリックの方も少し変えないといけないんですけれども、実はですね、これをそのまま書こうとすると、まあ、ちょっとめんどくさくなりまして、まあ、ちょっとやってみますね。
まずは普通にオンクリックというのは、アロー関数でちょっと書いてみると E というのを受け取りますと、引数として受け取って、その中で先ほどのハンドルクリックですね、ハンドルクリックに E を第一引数で渡して、で Foo というものを渡す必要があります。まあ、これでおそらくちゃんとですね、同じように動くかなと思うんですけれども、クリックをすると、まあこんな感じでちゃんとアラートの位置が出ているのがわかるかと思います。で、今見ていただけたらわかる通り、まあ、コンポーネントの内部の変数とか、まあ、何かしらのものにアクセスしようとしたときに、外部にメソッドを定義していると引数として渡さないといけなくなってしまうので、まあ、これがですね、まだ1個ぐらいだったらいいんですけれども、多くなればなるほど、まあ、結構めんどくさく、ちょっと処理も見にくくなるのかなと思っております。なので、まあ先ほどの、まあ、こんな感じで引数が必要になる場合とかであれば、個人的には内部に定義した方がいいかなと思っています。まあ、内部だったらさっきみたいな感じで、こちらですね、こちらそのまま、こんな感じでハンドルクリックでやっても、まあ、ちゃんとボタンをクリックしたら、まあ、こんな感じでアラートが出てるかと思いますが、もう非常に、簡潔に記述できているのがわかるかと思います。で、今の話を聞くと、まあ、メソッドはコンポーネントの内部に定義すればいいんだというふうに思われるかもしれませんが、一つだけ、注意事項を知っておく必要があります。で、それが何かと言いますと、コンポーネントが再レンダリング、まあ、再び描画されるタイミングで、こちらのメソッドというのも再生成されてしまいますというのがあったりします。これがコンポーネントの外にこちらのような感じで書いていたら、このホームコンポーネントが再レンダリングされたとしてもメソッドが再生成されることはないんですけれども、内部の場合は再生成されてしまうので、まあ、少しパフォーマンスで比べるとちょっと劣ってしまうというのが実はあったりします。ただし、ここもですね、ちゃんと回避策がありまして、ユースコールバックというのがリアクトで提供されております。どういうふうに使うのか紹介すると、まずここにですね、ユースコールバックというふうに出てきているので、これをそのままポチッと押してみます。すると、ちょっと上の方を見ていただくと、リアクトからユースコールバックというメソッドをインポートしているのがわかるかと思います。で、こちらですね、関数になっているので、ここをですね、こんな感じで、囲ってあげてください。まあ、ハンドルクリックイコールユースコールバックで、その中に記述していくというような感じですね。で、このユースコールバックというのは第二引数が必要になっております。で、ここちょっとですね、説明が難しいんですけれども、まずは配列、空の配列をこんな感じでセットしてみてください。で、ちょっと保存をしてそのまま挙動を確認してみましょう。すると、こんな感じでちゃんとですね、1というふうにアラートが出て、ここにコンソールログでも出力されているかと思います。で、まあ、こんな感じでユースコールバックを使うと、処理自体は変わらないんですけれども、実は再生成される、まあ、再レンダリングされた時とかに再生成されることがなくなります。なので、ここですね、ユースコールバックを使ってコンポーネント内部に定義すると。パフォーマンス的にもこのコンポーネントの外に書くときとそこまで悪くなりませんよというのがあったりするので、これもですねちょっと覚えておいてください。で、ここの第二引数に空配列をした件に関しましては、実は今回ではなくてまた後の講座で必ず取り扱いますので、ちょっと覚えておいてください。今説明しようとすると逆に分かりにくくなったりするので、ここに関しては後ほどまとめて紹介しますので覚えておいてください。とりあえずコンポーネントの内部でユースコールバックを使うことによって再レンダリングされた時とかにこのメソッドが再生成されてしまうのを防ぐことができるというふうに覚えておいてください。はい、ということでメソッドの書く場所について見ていきました。ここら辺もリアクトの公式とかにも載っているわけではなくて、初心者のうちはどこに書いたらいいのか正直わからなかったりするかなと思って、今回丁寧に取り扱っていきました。で、もう一度ちょっとまとめますと、メソッドを書くところっていうのは、このオンクリックの中に直接書く場合と、コンポーネントの内部、リターンの前ですね、リターンの前に書く場合と、コンポーネントの外に書く場合がありますと。で、私の個人的に避けるべき書き方としては、このオンクリックの中に書くっていうのは、見た目的にもなかなかですね、分かりづらくなるので、おすすめはしませんと。じゃあ、コンポーネントの中か外かどっちに書くべきかという話なんですけれども、コンポーネントの外に書いて、引数が増えたりだとか、煩雑にならないのであれば、コンポーネントの外に書いていいかなと思います。
その方が、まあ、コンポーネントが再レンダリングされた時に、メソッドが再生成されることはないので、そういう煩雑にならない場合においては外に書いてもいいかなと思います。で、内側に書く場合は、まあ、煩雑になる場合、まあ、こちらで例えば風とかあった時とかに、まあ、この書き方の方が簡潔に記述できるかなと思うんですけれども、まあ、外に書く場合と比べてですね、中の方が簡潔に記述できるんですが、まあ、再レンダリングされた時とかに、このメソッド自体が再生成されてしまってパフォーマンスがちょっと悪くなるので、まあ、それを避けるために、まあ、ユースコールバックを用いて、まあ、なるべくパフォーマンスが悪くならないように、まあ、再生成されないようにしていますよという話をしました。で、私もこのように運用しておりますので、まあ、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。で、ユースコールバックに関してはもう少しお伝えするべきことがあるんですけれども、まあ、今説明するとちょっと長くなってしまってしかも難しかったりするので、また後ほどですねまとめて取り扱いますので覚えておいてください。はい、ということで今回もですねいつものように GitHub にプッシュしてデプロイするっていうところまでやってみたいなと思います。で、左側のこちらですね、こちらを見ていただいて、まあ、内容的にそんなに問題がないかなと思えばそれをそのまんまコミットするというような感じですね。まあ、基本的にこういうコメントアウトとか、まあ、ちょっと無駄な記述なので、まあ、そこまで今回はですねアップする必要もないかなとは思うんですけれども、まあ、皆さんにもちょっと確認していただくためにそのままコミットしてデプロイまでしますね。で、実際にここの絵文字なんですけれども、今回は実験ということでエクスペリメンタルを使ってみましょうかね。エクスペリメンツがこれは多分実験を表しているかと思うんですけれども、コミットメッセージも書いていきます。ちょっと不要な記述でいつか消しますが、試しにクリックイベントを書いてみましたという感じでコミットしてみます。はい、こちらそのままですねコミットしてみて、で、こちらプッシュもいつものように行いたいと思います。で、こちらを押していただくと、はい、まあ、プッシュが今完了したかなと思うので更新をすると、まあ、こんな感じでちゃんとですね今書いた記述が出ているかなと思います。で、いつものようにデプロイも走っているかなと思うのでちょっとデプロイの方を確認すると、はい、こんな感じで今ビルディング中ということでデプロイが動いております。まあ、ちょっと待ちましょう。はい、という感じでデプロイが終わったかなと思うのでビジットを押していただくと実際にデプロイされているんですけれども、こんな感じでボタンを押すとちゃんとですねアラートが表示されております。ということでちゃんとデプロイまで行われたのを確認しました。はい、ということで今回はイベントの処理について見ていきました。ユーザーがボタンをクリックした時とかにどういうふうに処理を書くのが正解なのか、どうやったらいいのかみたいなところを紹介していきました。で、今回のはユーザーのアクションですね、ボタンをクリックみたいなアクションをもとにイベントの処理をしたんですけれども、例えば、このアプリケーションが読み込まれたら、ロードされたらみたいな時とかにイベントをする場合っていうのはまた別の書き方とかがあったりします。そちらもですねまた別途講座にしていこうかなと思っておりますので楽しみにしておいてください。ということで今回はここで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。